皆さんこんにちは、水中家庭教師です。本日は若干奇妙なドリルをご紹介いたします。腕はバタフライ、足は平泳ぎ。バタフライの腕と平泳ぎの足を組み合わせています。苦手な方からしたら地獄のような組み合わせかもしれませんが、一度苦手意識を捨て去って泳いでみてください。思ったより楽しいんです。これが平泳ぎのキックは一発で進む距離が長いので、ドルフィンキックに比べて勢いがついたエントリーが可能です。前に滑り込む感覚を覚え、ドルフィンキックでも同じ感覚を再現できるように腕を揃えエントリーを行ってください。動作のタイミング、複雑に思えるかもしれませんが意外と単純です。ストロークを開始します。水を後ろまで押し、リカバリーを開始。エントリーの前に膝を曲げ始め、腕が伸びきってからキックを打ってください。入水姿勢を作ってからキックを打ち、なるべく抵抗なく体を水中に滑らせる。これはバタフライ平泳ぎで共通する注意点です。せっかくなので比較動画をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。メインとセカンド2つのチャンネルを今後ともよろしくお願いいたします。個人レッスンは概要欄のリンクから。大好評稼働中でございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。